レッドソックスがアレックス・コーラ監督48と27年まで3年間の契約延長に合意したと24日、日本時間25日、MLB 公式サイトなどが報じた。今期が契約最終年だった。年俸は1年あたり700万ドル、約11億2000万円以上になるという。同監督は、私たちはボストンを愛しているし、とても居心地がいい。 球団の現在の状況だけでなく、今後の方向性にも興奮している、などと球団を通じて声明を出した。プエルトリコ出身のコーラ監督は18年にレッドソックスの監督に就任し、1年目で地区優勝を果たし、ワールドシリーズを制覇。 19年シーズン終了後にはアストロズのベンチコーチ時代に不正なサイン盗みに関わったとして MLB から1年間の業務停止処分を受け解任されたが、21年に監督に復帰した。今季が就任6年目で通算494勝、417敗。今季は54勝47敗でア・リーグ東地区3位に。